はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、アセットコロサコンピティソーネタイムアタックポール・リカールなんですけど、使用する車はね、1台目はこちらのフェラーリ 488GT3 エボとなっております。前回はね、おお、いったって思ったらね、なんだかんだで中盤まで最終的に沈んでしまったんですけどね。まあとりあえずはね、前回では中盤、まあそれ以前もね、そのあんまりいいタイムを記録してこなかったんですよね。でもうとりあえずね、デフォルトのサーキットとしては残り少なくなってきましたよね。で今回のポール・リカール終わったら、次残るはもうあと2コース、モンツァとあのスペインのカタロニアですね。その2コースで、まあ、デフォルトで入ってるコースはね終わってしまうので、あとは DLC のサーキットって感じですよね。なのでね、それまでになんとかね、上位に食い込む、まあ、コースがあればいいなっていう感じですけど、まあどうだろう。はい、ってことでね、とりあえず今回もアタック行ってみましょう。それではね、本日もよろしくお願いします。はい、フェラーリ 488GT3 エボ、タイムの方がね、1分57秒282で1番時計ですね、来ました。まあね、これがね、最後まで続けば初めて488で1番時計ってところなんですけど、最後まで耐えきれるかどうかですよね。っていうのもね、まあ確かに過去のね、上位成績の上げてる RCF とかコンチネンタルを抑えてますけど、まあ最後の最後でね、なんつうんですか、結構前にポルシェが大逆転みたいなこともあったんでね、まあどうなるか分かんないってところですけど、じゃあとりあえずね、そのバックスピードのトップスピードはどこまで伸びたといえば、その281キロ、とうとうね280キロの壁超えてきましたね。唯一 RCF だけがね280キロだったんですけど、まあそこを超えてね281キロ出ました。まあそれがタイムに影響してんのかな、どうなんだろう。とりあえずね、コーナリングはね、その入り口で無理をしないっていうのをね、やっぱり意識的にやってたんですけどね、それも功を奏したのかな。区間タイムがね、もうちょっと出れば分かりやすいんだろうけど、わあ、そうだな、そう、区間タイム一応出てるんですよね、出てはいるんですけどね、そこまでやってるとね、細かくなりすぎちゃって、こっちのね、情報処理も大変だったりするので、まあ、出してなかったんですけど、こうなってくるとね、区間タイムで比べたくなってきますよね。どこの区間でね、そのいい感じで走れてるのかってね、多分それぞれの車でね、個性があると思うので。はい、
ってことでね、フェラーリ 488GT3 エボ、タイムの方が一番時計で終了です。それでは次の車行ってみましょう。はい、次の車はね、アウディの R8LMS となっております。まあこれもね、本当に平均的にだいたい真ん中あたりをうろちょろしてる車っていう定番ですよね。だから逆に言えばね、なんていうんですかね、シリーズ戦みたいな感じで長いことやるにはちょうどいいのかもしれないですよね。どのサーキットもそこそこ対応するって感じだと思うので。ただね、この車ね、気をつけなくちゃいけないのは、ピーキーなところではちょっとピーキーな感じがあります。っていうのも、ベターっとグリップするサーキットもあれば、急にね、なんていうんですかね、挙動がね、俺っていう時もあるんで、だから、なんつったの、まあ、セッティング次第なんだろうけど、まあそういうサーキットでは結構危険な部類なんですね。ちょっと油断ならない車になります。まあでも、だいたい平均的ですね。はい、ってことでね、じゃあアタック行ってみましょう。アウディ R8LMS、 タイムの方がね、1分57秒558で6番手入りました。とりあえずね、57秒3までは届かなく5ってところでしたね。やっぱりここが限界かなって感じで、もうちょっとね、うまく曲がれるかなと思ったけど、思いのほかね、コーナリングに苦労したかなって感じです。で、トップスピードがね、兄弟車のウラカンより1キロ、まあ、少なく277キロですね。まあここはね、1キロの差ってなんだって言ったら、その空力的なもんなんじゃないのって思うんですけどね。明らかにね、ウラカンのが空力的に優れてそうなフォルムをしてますからね。そう、ダウンフォースとね、ドラッグはまたちょっと違うもんなんですよね。結局そう、ダウンフォースが強いからドラッグも強いっていうのも確かにあるけど、もうそのボディ形状でね、ドラッグが強く、空気抵抗になってね、スピードが出ないって場合もあると思うんでね。まあ多分いい例がコンチネンタル GT3 だと思います。明らかにあれドラッグ高そうですもんね。とりあえずね、そう、丁寧に丁寧にコンパクトに曲がっていくことを意識してたんですけど、
思いのほかタイムが出ね、やっぱねここのコーナーですよね、今のコーナーが難しい。でここはねやっぱコンパクトに回ってった方のがタイムやっぱ伸びがいいような気がします。で遠赤に乗んねえと方がいいのかどうかってところですけど、そこもね微妙な感じですよね。乗りすぎても挙動は乱れるし、でも乗った方のが多分若干タイムは伸びるんですよね。まあ今のは乗り切れてませんでしたけど、はい、ってことでね今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。